ますね。8月の24日だね。何曜日？もう水曜日です。お、ランチンバーグ綺麗な感じでですね。何ですね。聞いてたら日本入国時の72時間前の PCR 検査のあれがいらんようになるのかな。いらんのとむちゃくちゃいいよね、うん、いつからいらんようになるのかちょっともう一回見てみたいと思いますけど、めっちゃ嬉しいなあんなところの物体できてる私慣れたのね。もう世の中が全部変わっていってますね。本当にどういったらいいんでしょうね。あ、ほんまにこれがいい人にとってはいいんでしょうけど、あ、こんなとこで営業許可なくてやってますよね。まあ背に腹は変えられないのかも分かりませんけど、それと、いや、ほんまになんていうかな、まあまあ、あのシャッター閉まってるのはね、別に香港人相手に商売してたところじゃないっていうのもありますけどね。うん、特に損するなんで。ね、あの中国から来る相手にやったところ、人いっぱいいますから、それはあんまりあれなんですけどね、こういうふうに、ね、これはまた中国人相手のやつかもわかりませんけど、しかもこのコロナでですね、何がどう変わったかいうことですよね。で、コロナでよかったなあいう人はどういう人なんでしょうね。あのこういうふうに見てください。香港で簡体字を書くようになってくるわけですよ。これはやっぱりコロナで助長されたと思ってます。で、あの香港のね魅力がね、あの中国人によってね、ほんまなくなっていきます。その魅力というか僕らにとっての魅力ね、香港人にとっては知りません、うん、香港の人はどう思ってるのか。やっぱ僕は香港の人は情けない人はいりないと思ってます。もっともっとできたんじゃないの1979年からと思いますね。中国になるのは僕悪いことじゃなかったと思うんですよ、それは、ね、でも香港のありようですよ。何もしてこなかったからこんなことになったんですよ。もっと地図であるね、え、あんな革命やなんやかんやってバカなことやってる学生とかにね、ほんまに頭足りないじゃないですか。もう何を破壊したんですか。破壊したのは中国と香港の信頼関係ですよ。ほんともっといいもの作れたんじゃないかなと。やっぱりこの香港の香港人特有の政治に関心なさ、政治の器用地、これですよね。うん、あ、ほんまそこがあの台湾と違うとこですね。じゃあ日本はどうかというと、僕も日本は政治的に幼稚だと思ってますけどね。はい、まあまあ他はのんぼりです。もうあんまり政治がどうのこうのって言いませんしね、言いませんし、うん、いや、それでですね、まあ一人のその移住してきたものとしてですね、香港の餌がなくなった、なくなっていってる、ほんとなくなっていってます。でこれからもっとなくなっていくだろうということを考えてですね、これからどうしていくのかね、商売のやり方も変わってきてます。本当にもともと僕は香港での商売ありませんし、今もほとんどないです。やっぱりなんていうんですかね、香港に来て何をするかなんですけど、それにはですね、うん、なかなか中国に行けないということでですね、中国との商売ができません、ね、
ちょっと中国との商売ができないいうことは、まあ、僕らにとっても死活問題ですからね。そうか、そこの時点で。これですね、久しぶりに昼のヤムチャです。ここですね。あ、ここ、うんうん。ヤムチャ行きます。まだちょっと早いかも。暑いんでね、今日は。台風来てます。今日の晩からすごいらしいです。今日の5時ぐらいかな。5時かな。あ、すごいみたいですね。久しぶりに直撃の近い感じです。はい、暑い。ほんまいっぱい閉まってますわね。さあ、バスに乗ってですね、アドミラリティ行きます。